はい、えー、おはようございます。それでは定例記者会見を始めさせていただきます。えー、本日は私の方から5点について、まず、えー、ご報告をさせていただきます、えー。1点目でございますけれども、高松市マイシティレポートの運用開始についてでございます。えー、本市では10月1日から ICT を活用して道路管理をはじめとする身近な地域課題について、まあ、市民と行政の間で、えー、情報、課題を共,通共有し、 合理的、効率的に解決することを目指す仕組みであります。高松市マイシティレポートというものを運用の、運用を開始をいたします。このシステムでございますけれども、全国の自治体が共同利用できるクラウドサービス、マイシティレポート、これを活用して行うものでございまして、四国では初の導入となるものでございます。このアプリをダウンロードいたしまして、 それぞれ市民の皆様が道路の破損状況などを画像とともに情報提供いただくことで、まあえー、行政として現場の状況を迅速に把握できるというほか、まあ、スマートフォンの位置情報データによりまして、まあ、正確な場所が地図上に示されますために、えー、業務の効率化、まあ、そこにすぐ直行できるということで、効率化にもつながるものと期待しているものでございます。えー、市民の皆様が日常生活を過ごしてくる中で、例えば、 まあ道路に穴が開いて危ないとか、あるいは公園の遊具が壊れているということがございますと、まあ、それをそのまま、えー、スマホの方からレポートしていただければ、それに対応できるというものでございますで。いただいたレポートにつきましては、対応状況をアプリ上でお知らせすることといたしまして、いわば,いわばこう双方向でやり取りが可能となっております。 市民全体で住みやすい街を実現するために、市民と行政の共同の取り組みでございます。このようなシステムを使って、市民との共同の街づくりをしていきたいということでございます。高松市マイシティレポートをぜひとも多くの皆さんにご利用いただきたいというふうに思っております。次、2点目でございます。高松市のインフルエンザワクチン等予防接種推進事業の開始についてでございます。 ご承知のとおり、今回の新型コロナウイルス感染症と、この秋冬になりますと、季節性インフルエンザ、これが同時流行するのではないかという懸念が出されているところでございます。まあ、それに備えまして、罹患した際に重症化しやすいと言われております、子どもや高齢者等を対象に、季節性インフルエンザワクチン等を接種した際の費用の全部または一部を、 市とととしして助成ををををすする制度を作ろうといういいことでこでれを10月1日から開始をいたしますお手元に周知用のチラシを配布をいたしておりますけれども、表がございますが、表の上段の左側の欄にございます、インフルエンザワクチンの定期接種でございますが、この定期接種につきましては、65歳以上の方、または60歳から64歳で、心臓や腎臓などの、 身体障害者手帳1級の交付を受けている方が対象となります。課税世帯など従来自己負担額がかかっていた方には、その自己負担額について、全額公費の方で助成をするということにいたしたいと存じます。そしてまた、その欄の下でございますが、任意でインフルエンザワクチンの接種をされる60歳以上で定期接種対象者以外の方、 には2000円を上限として、まあ、さらに生後6ヶ月から13歳未満の方や13歳以上で平成17年4月2日以降に生まれた方につきましては1回あたり4000円を上限に助成をいたします、まあ、中学生相当ということでございますけれども4000円を上限に助成をいたします、まあ、次に表の右側にございます肺炎球菌ワク感染症につきましても 定期接種につきましては、上段の表のとおり、引き続き実施をいたしますが、新たに下段の表にあります、65歳以上の定期接種対象者以外で、過去5年以内にワクチンの接種を受けていない方に対し、1回当たり5500円を上限として、助成をいたします。今回の事業は、香川県が新たに県内の市町長に対して助成をいたします。 香川県インフルエンザ肺炎球菌感染症ワクチン予防接種助成事業、これを活用して、市が独自に上乗せをして実施するものでございます、えー。タイトなスケジュールの中で進めてまいりましたが、高松市内3医師会連合会などのご協力がございまして、来月1日、10月1日からの事業の開始となったというものでございまますす感謝ををを申ししし上げたたいいいと存じます周知方をよろしくお願いをいたします。 次3点目でございますけれども、高松市中小企業等デジタルシフト事業補助金の創設についてでございます。本市ではこれまで新型コロナウイルス感染症拡大により、事業活動に大きな影響を受けておられます、市内事業者を支援するために、本市独自の特別経済対策等を講じてきたところでございます。このたび、9月議会におきまして、補正予算で議決をいただきまして、追加の経済対策として、 市内中小企業等の IT ツールを活用した自社の課題解決や生産性向上の取り組みを支援する高松市中小企業等デジタルシフト事業補助金を創設いたしたところでございます。この補助金でございますが、本店の所在地が高松市内である中小企業や市内に住所を有する個人事業主の方が、 例えばサプライチェーンの既存への対応でありますとか、あるいは非対面型ビジネスモデルへの転換、まあ、さらにはテレワーク環境の整備、まあ、この3つのいずれかの目的を含めまして、自社の生産性を向上させるために、IT ツールを導入する,する場合、それに要する経費の一部を補助しようとするものでございます。まあ、国の IT 導入補助事業ございますけれども、このスキームを活用しながら、 国の事業を補完した制度としているものでございまして、例えば、国の事業計画期間内の賃上げ目標等の要件がございますが、まあ、市の事業につきましては、そういう申請要件については緩和しておるといったようなことをやっております。まあ、市内中小企業者等にとって、より利用しやすい制度といたしておるところでございます。 補助率は補助対象経費の4分の3、補助額は下限30万円から上限300万円といたしております。補助率でございますけれども、IT ツールを提供する IT 導入支援事業者が、市内事業者、まあ、本店所在地が高松市内ということですが、市内事業者の場合には、4分の3の補助率を5分の4に引き上げます。市内での経済循環の促進にも配慮した仕組みといたしておるところでございます。 申請期間は10月12日から11月30日まででございまして、期間内に申請が多数となった場合は、抽選により補助事業者を決定する予定といたしております。その他、申請方法等の詳細につきましては、10月1日に本市のホームページ等で公開する予定といたしておりますので、ご確認いただければというふうに思っております。 まあコロナ収束を見据えまして、まあ、中小企業、市内中小企業等の事業展開を支援をし、市内経済の活性化、またデジタル化に資するということで進めてまいりたいと存じます。併せまして、えー、前にお話をさせていただきました、高松キャッシュレス消費拡大,拡大キャンペーン事業について、お知らせをさせていただきたいと存じます。去る8月12日の会見におきまして、すでにお知らせしておりますが、 ペイペイ株式会社と連携をして実施をいたします。ショート高松最大20%戻ってくる消費拡大キャンペーンが10月1日からスタートいたします。実施期間は10月1日から10月31日までの1か月間でございまして、市内の対象店舗と、まあ、タクシーも含めておりますけれども、なども含めておりますが、全部で店舗数約4800店舗。 これにおきまして、ペイペイによるキャッシュレス決済をした場合に、決済金額の最大20%のポイントを付与するものであります。1ポイント1円でポイント付与上限といたしまして、決済1回当たり1000円まで、1000円相当、またキャンペーン実施期間中1か月の間に5000円相当を上限といたします。 対象店舗につきましては、本市内の PayPay ペイペイによるキャッシュレス決済が利用できる店舗ということでございます。まあ、特に厳しい状況にございます飲食業をはじめ、小売業やサービス業など、幅広い業種が対象となります。また、先ほども言いましたように、市内に事業所があるタクシーの利用につきましても、この対象に含まれるということでございます。 キャンペーンのスタートにあたりまして、10月1日から本キャンペーンのテレビ CM も放映をいたしまして、市民の皆様などに広く周知させていただき、市内店舗における消費を喚起してまいりたいと存じます。また、本キャンペーンの実施にあたりましては、参加いただく店舗におきまし対しまして、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を講じていただくよう、 各店舗で講じている感染防止対策を記載し、店頭等に掲示いただく様式、新型コロナウイルス対策推進宣言、これを本市におきまして作成し提供させていただいております。えちょっと小さいですけど、右側の方の対策宣言ですね、推進宣言ですね、これを提供させていただいております。 各店舗におきましては、これを活用して、利用者の方々に感染防止策の見える化をしていただきますよう、改めてお願いをいたしたいと存じます。本市といたしましては、本キャンペーンを契機として、店舗等における感染防止対策の一層の促進を図りながら、依然として厳しい状況にございます、市内経済の回復につながるような取り組みとして、参りたいというふうに考えておるところでございます。 次に4点目でございますけれども、高松市中央卸売市場での壁画アート制作についてでございます。卸売市場は生鮮食料品等の物流拠点として、市内の皆様の日々の生活に欠かせない施設でございますが、さらに市民の皆様に愛され、親しまれる市場となることを目指して、本年4月より、 どなたでも利用できます、関連商品売り場等というのがありますが、その売り場等に多種多様な店舗の出店を働きかけるなど、にぎわい創出のための取り組みを進めているところでございます。この関連商品売り場等では、今現在、全部で32店舗のうち、半分の16店舗が空き店舗となっておりましたけれども、 本日の時点では、新たに飲食店2店舗が営業を開始しているところでありますし、今後、さらに5つの店舗の出店が予定されております。まあ、残りの空き店舗につきましても、出店に向けた協議を進めておりまして、この市場がさまざまな人が集い、楽しめる場となることを期待しているところでございます。このような取り組みの一環で、アートを活用してにぎわい作りをしようと、本年8月に、 本市場倉庫の壁画アート制作にご協力をいただきました日本ペイント株式会社スペシャルアドバイザーの正原様に再度来場をいただきまして地元の新番町小学校3年生と一緒になって市場内の水産物等の壁や市の公用車をキャンパスにして瀬戸内海やそこで暮らす生き物などをペイントするイベントを開催をいたします。 全長120メートルの長大な白壁に、子どもたち約140人が6色のペンキを使って、柔軟な発想で自由にペイントすることで、自分たちの住む地域の魅力を再発見するとともに、市民の皆様が市場のことを知り、親しみを持ち、何度も訪れていただければる場となるきっかけとなりましたら、幸いということでございます。 イベントですけれども、10月7日の水曜日、午前10時の開始を予定いたしております。多くの取材の方をよろしくお願いいたしたいと存じます。最後5点目でございますけれども、高松盆栽学校の開校及び高松盆栽の里フェスタ2020の開催についてでございます。本市では平成29年度に策定をいたしました 高松盆栽の里基本構想に基づきまして、盆栽生産者や JA、また香川県等と連携をし、各種施策を実施してきております。本年4月には、本市国分寺町におきまして、盆栽の産地振興と情報発信の拠点施設となります、高松盆栽の里をオープンしたところでございます。このたび、この高松盆栽の里の魅力を国内外に発信するため、 JA 香川県との共催で、高松盆栽学校及び高松盆栽の里フェスタ2020を実施することとなりました。まず、高松盆栽学校でございますけれども、これにつきましては、地元の盆栽生産者が講師となり、黒松や御用松などの実物の盆栽を用いて、植え替えや針金掛けなど、テーマごとの管理方法やにつきまして、 10月の18日の日曜日から毎月1回、講義を行って、実際に盆栽を手にし、育てる楽しさを味わう盆栽愛好家の裾野を広げていこうとするものでございます。次に、えー、高松盆栽の里フェスタ2020でございますが、えー、新型コロナウイルス感染防止との両立を図るために、こちらの方はオンラインイベントとして実施をいたします。 10月の24、25の土日、それから31日、11月1日の土日、それから11月の7、8の土日の計6日間実施をいたします。ホームページ上の映像配信により執り行ってまいりたいと存じます。イベント内容でございますが、若手盆栽農家等による盆栽の寄せ植えや、静止作業などのデモンストレーション、 また、盆栽オークションなどを行うことといたしておりまして、オンラインイベントの特性を生かして、高松盆栽の里の魅力を広く国内外に発信をし、コロナ収束後に外国の方も含めて多くの方が高松盆栽の里を訪れていただく契機となるように取り組んでまいりたいと存じます。今後とも木梨国分寺地地区の盆栽産を中心に 本市の特色ある地域資源を生かした高松盆栽の里の地域ブランドの確立による高松盆栽の振興に努めてまいりたいと存じます。これにつきましても、周知型の方よろしくお願いしたいと存じます。私の方から以上でございます。はい。 えーまあ、政府の GoTo トラベル事業でございますが、まあ、東京発着を除いて、7月22日から始まってきておるわけでございます。まあ、最初のうちはそれほど大,大規模な移動というのはございませんでしたが、まあ、先週のシルバーウィークなんかを見ておりますと、まあ、全国各地で連日、多くの観光客でにぎわう様子が報道されておりましたし、 本市におきましても、例えば人気うどん店につきましては、えー、長蛇の列の行列が見られましたほか、まあ、中央商店街でありますとか、あるいは八島や栗林公園の観光地なんかも多くの人で賑わったようでございます、まあ、そういう意味でも、これまでも GoTo トラベルにつきましては、一定の成果を上げてきているものというふうに思っております。 でそれがまあ10月1日からこれまで対象となってなかった東京発着についての旅行につきましても対象となるということでよりたくさんの人が大きく国内ということ観光ということですが動き出すのかなというふうに思っております。で併せて例えば県の事業としてこの9月の12日からうどん県泊まって香川割の対象をこれまでの四国地方在住者だけから 中国、四国地方、9県在住者にも拡大されておりますし、まあ、10月、えー、それから県の新たな観光キャンペーン、さあ、香川きらり旅なども始まるということでございます。まあ、これにまあ東京発着の GoTo トラベルが加わって、まあ、非常に多くの観光客が全国を動き、特に本市におきましても、多く訪れていただけるということは期待をいたしたいと。 といいう,うに思っておるところでございます、まあ、一方で、えー、より多くの人が動いて、その分、密がたくさんできるということは、感染拡大のリスクも増えるということでございますので、まあ、この GoTo トラベルの解禁が新たな感染症の再拡大といったような事態を招かないように、 ま,まず市民の皆様には、新しい生活様式の実践でありますとか、あるいは感染防止策の徹底などについて、引き続き再度、気持ちを改めていただいて、ご理解とご協力をお願いをいたしたいというふうに存じますし、また国内、県内外から本市を訪れていただける観光客の皆様方にも、マスクの着用、手洗いとか、手指消毒などを徹底すると。 いうことで、まあ、国の方が新,、えー、新しい旅のエチケットといったものをもう、えー、提唱しておるようでございますが、まあ、それにしっかりと乗っ取っていただいて、えー、気をつけていただきながら、ぜ、ま、ひ、あ、とも、えー、感染予防策を徹底した上で、本市での観光の滞在を楽しんでいただきたいというふうに思っておるところでございます。そししししてて先ほどど申し上げましたよううにちょうど時,期時期を同じくしてこの10月1月日から 本市のキキャャッシュレス消費拡大ンンペーンも始まるところでございまのこれにつきましては、市民でなくてもご利用いただけるということでございますので、多くの皆様が高松に来ていただいて、商店街とか地元店舗等で買い物等をしていただきまして、本市の経済の振興にもつながればというふうにも期待をいたしているところでございます。 あのまあ、まず新型コロナウイルスの PCR 検査等の充実等につきましては、今現在、市独自でも PCR センターでまあ週2回の検査等も行っておるところでございますが、これにつきましては、できるだけ早く週3回少しでも増やせるように、そして充実できるように、検査体制の強化を図ってまいりたいというふうに思っております。 それから、まあ、インフルエンザのワクチンの接種との関係でございますけれども、まあ、秋冬を迎えるにあたりまして、まあ、インフルエンザが流行して、それと新型コロナウイルスとの、まあえー、併発といいますか、そういうことが非常に危惧されるところでございますので、まあ、特にインフルエンザにかかりやすい子どもとか高齢者に対する、えー、ワクチンの予防接種につきましては、きちっと、えー、やっと 多くのほとんどの人にやっていただこうということで、まあ、ほとんど自己負担がないような形で、えー、中学生まで、また、えー、大人につきましても、定期接種の部分については、自己負担なしで行えるように、そのような形で、まあ、県の補助事業なんかも活用して、 やっていこうううとといいういふうにしているこころでございますで、まあこのインフルエンザのワクチンがかなりの人が押し寄せるところもあろうかと思いますので、その辺を整理をどうするのか、医師会あたりとも十分にご相談をしながら、それぞれの診療所、あるいは病院等で、いろんな動線等をきちっと分けて考えるとかですね、その辺の対策は講じていただけるものと思いますが、再度、その辺きちっと確認をしながら、 大きな混乱が起こらないように、また市民の皆様が情報として錯綜しないように、きちっとして整理してまいりたいというふうに思っております。 はいえーまあ、長年望んできた懸案事項でございますので、これがついに10月1日からクロマツが EU に対して輸出できるということになったというのは、非常に嬉しい限りでございます。 まあ先ほどもお話をいたしました、平成29年に策定をいたしました高松盆栽の里基本構想の中に,は中にも、黒松盆栽の植物検疫の課題に取り組んで、特に EU 向けの松盆栽の販路拡大を促進すると。 ということを位置づけているところでございまして、まあ、これに基づきまして、まあ、県とともに国の方に働きかけてまいりましたし、私自身も直接、農林水産省の副大臣などに陳情もしてきたところでございます。 まあそれが今回、輸出解禁になったということでございます。まあ、これまでいろいろとご努力、ご尽力をいただきました国や県の関係者、またジェトロの関係者の皆様方に、心から感謝申し上げたいというふうに存ずるところでございます。まあ、ただだこれにつきましては今,今御用末だけが 輸出解禁になっていてでそのためには、その専用の補助で、えー、そのルールを守って2年間栽培をし続けて、やっと輸出できるということですので、まあ、すぐにクロマツがあの10月1日から全面的に輸出解禁というわけではございませんけれども、まあ、できるだけその辺多くの農家がその辺の輸出にも取り組んでいただいてです、ね、まあ、さらにこの盆栽の生産の振興が図られるように。 政府としてもまたご支援をしていきたいというふうに思っております。 世界的な動きといたしまして情報社会の到来ということで、まあ、ICT を活用したいろんな情報処理のデジタル化というのは必然的な動きであったわけでございますけれども、まあ、今回更、えーまあ、にその情報化が進んでいわゆるソサイエティ5.0と言われるような、まあ、高度な 情報処理を基づいた社会というのが到来しようとしているということが言われておりますで、併せまして今回の新型コロナウイルスの感染拡大等によりまして要はこのウイルスの感染拡大によりまして人と人とが近づくことあるいはいろんな多くの人がより集まること まあそういうものができなくなったということで、まあ、その辺の、じゃあどうどう、それに代わるものとして、どういう形で仕事とか産業、経済なんかを進めていくのかといったときに、やはりリモートでいろんなことを取り扱える、まあ、情報のやり取りができる、あるいは実質的にリアルの世界を代替、バーチャルな形で代替できるといったような、やはりすべての物事におけるデジタル化と。 いいかと、まあ、いわゆるだがウィズコロナとかアフターコロナとか言われますがそういう時代において私はキーワードの一つ一番大きなものの一つとしてやっぱりデジタル化というものが挙げられるんではないかなと。 といいう,うに思っているところでございますで、まあ、高松市におきましても、この IoT のプラットフォームなんかを装備いた,いたしまして、そういう中で各種データを処理した上で政策を進めていく、いわゆるスマートシティ高松推進事業と。 いいうのもやっててるところでございまして、まあ、デジタル化に向けて、まあ、鋭意、まちづくりを進めていこうとしていた時でございますので、まあ、これを機会に、新しい菅内閣の方うで、まあ、デジタル化を一丁目一番地の政策として推し進めていくと、まあ、それによって地方自治体なんかの取り組みも支援をしていくということでございますので、まあ、大いにその政策に期待をしているところでございますし、我々としても、 まあ必要なこうデジタル化施策というのをきちっと進めていきながら、より市民の生活が向上するような、そういうものに結びつけていけたらというふうに思っておるところでございます。